魚座の新月で願いを叶える方法、明日2月20日16時5分から魚座の新月になります。新月は願いが叶いやすいタイミングと言われているのですが、その時月がいる星座のテーマに合わせた願い事をするとさらに願いが叶いやすくなると言われているので、魚座のテーマに合った願い事をしていくといいかと思います。では魚座のテーマってどんなことかというと、前回の動画でもお話ししたんですが、魚座は夢を見るのがとても得意な星座です。ですからあなたが思い描いた夢をイメージして、それを現実にするような願い事を書いていくといいかと思います。そして魚座はとても共感力が高く優しいのですが、流されやすく依存しやすい傾向にあります。そのため腐れ縁などになったりもしやすかったりいたしますので、一旦一つのサイクルがこの魚座のタイミングで終わり、新しく始めるというところも意識した上で願い事をしていくとよろしいかと思います。願い事を書くポイントとしては、紙とペンを用意して新月になってから願い事を書きます。基本は新月から48時間以内、一番強力なのは8時間以内です。願い事は2個から最大10個まで。そして私は何々です、私は何々になりますと主語は明確に肯定文で書くようにしていきましょう。何々しますようにという文章はお願いしている状態、叶っていない状態を望んでいることになるので注意してください。そして月のパワーが届かないボイドタイムと呼ばれている時間は避けるとなお良いでしょう。ちなみに今回のボイドタイムは2月22日の13時7分から始まってしまうので、遅くとも2月22日13時6分までには願い事を書き終わるようにしてみてください。この魚座の新月で一つのサイクルを終わらせて、来月3月21日の宇宙元旦、そしてお羊座の新月に向けて2023年の次のサイクルが始まりますので、ぜひこの新月のパワーを生かしていきましょう。魚座新月のパワーを最大限に生かして運気上げ上げでいきましょう。